カナダでは紙幣に動物が描かれている。10ドル札には月の輪熊が描かれている。ウサギは目の前に敵がいると立ち止まってしまう習性がある。ココアの木は世界で一年中実をつけることができる唯一の木である。世界最大のプライベート島はアラブ首長国連邦の王族が所有するアブダビ島である。火星の大気は地球の大気より100倍薄く、二酸化炭素が 95% を占めている。アジアゾウはアフリカゾウよりも歩幅が狭く、速く走ることができない。アマゾン川には淡水イルカが生息している。パリのシャルル・ド・ゴール空港は世界で最も多くの旅客数を扱う空港の一つである。ドミノ・ピザは宅配ピザ業界で最も多くの店舗数を持っている。パスタは紀元前4世紀に古代ギリシャで発明された。人間の脳は 80% が水分で構成されている。コーヒー豆は実は生のまま食べることもでき、味は甘くしっかりとした食感がある。世界で最も長い曲は640年間にわたって演奏されており、2001年に始まり2640年に終わる予定である。フランス革命期ルイ16世の最後の食事には、一人前に約100個ものお皿が使用されていた。マヨネーズはフランス語でマヨネーズと呼ばれており、本来はスペインのマヨルカ島で作られたソースであった。ゾウの鼻は体の他の部分と比べて最も血流量が多い部分である。
オーストラリアにあるキャンベラという都市は、国土のちょうど中央に位置している。ロシア語のスプートニクは、同行者という意味がある。世界初の公共図書館は、紀元前7世紀にアッシリアのアシュール・バニパル王が創設した。チョコレートは古代マヤ文明まで遡ると、当時はお金の代わりに使われていたことも確認されている。クレオパトラ7世は生涯で100言語を話したとされている。サラリーマンという言葉は、戦前に軍隊で使われていたサラリーという言葉から来ている。世界で初めての高層ビルは、大阪市にある明治安田生命ビルディングである。花丸うどんという店名には、うどんの形が丸に見えることから名付けられた。日本のパチンコ産業は、年間約30兆円の市場規模がある。福笑いという言葉は、福島県のある地方で、笑ってはいけないという意味で使われていた。オーストラリアのクイーンズランド州では、カンガルーの公式な飛び越し競技、カンガルージャンプが開催されている。ポーランドには、世界で最も狭い家として知られている建物があり、その幅はわずか122センチメートルである。日本の国花は桜ではなく菊である。日本の世界遺産知床には、世界でも珍しい砂浜の温泉がある。アフリカ大陸の中央部には、世界で最も降水量が少ない砂漠、アタカマ砂漠がある。エアコンの発明者、ウィリス・キャリアはもともと、熱湯器の設計者であった。
ヒマラヤ山脈は1億年以上前にできた地球上で最も若い山脈である。イギリスの玉ねぎスープのレシピで、古いものにはジャムが含まれていることがある。ポルトガルの首都リスボンには16世紀に建てられたエレベーターがある。ペンギンは陸上ではぎこちない歩き方をするが、水中では時速27キロで泳ぐことができる。ウサギは2本の前歯が伸び続ける。1年間で1本の歯が約12センチメートル伸びる。人は通常、口から吸い込んだ空気の約 20% しか使っていない。キャベツには胃がん予防に効果が期待されているビタミン U が含まれる。シンクロナイズドスイミングという競技は1924年パリのオリンピックで初めて実施された。ウェブサイトという言葉が最初に使用されたのは1991年のことである。現在最も高価な宝石は1カラットあたり約30万ドルで取引される赤いダイヤモンドである。カナダの国旗は1965年に採用された。アルゼンチンの首都ブエノスアイレスはかつて南米のパリと呼ばれていた。コーヒー豆は実が成熟するまで約6ヶ月かかる。人間の目は、夜は、犬よりも優れた視力を持つ。バチカン市国は、世界で最も小さな国家で、敷地面積はわずか 0.44 平方キロメートルである。スコットランドの国民的な楽器、バグパイプは、もともとは中東や北アフリカで使われていた楽器を発展させたものだとされている。
雪の結晶は六角形である。世界で最も多く使われているパスワードは123456である。一般的に蜂蜜の賞味期限は開封後約2年間である。ピカソが生涯で描いた絵の数は5万点以上である。ペンギンは水に入る前に目を閉じることがある。これは水をはじく油分を分泌するためである。ゾウの牙は歯の一部で、新しい牙は古い牙が抜けると生えてくる。かつてエジプトでは、猫を崇拝する宗教が存在した。年賀状で、A Happy New Year と書かれた年賀状がたまにあるが、これは英語としては間違った文章で、正しくは先頭の A を取って Happy New Year である。拳銃を初めて携帯した職業は警察官ではなく郵便局の配達員である。プラスチックは1856年にアレクサンダー・パークスによって発明された。カナダのマグダレン諸島では、渡り鳥の種類が400種類以上存在する。鎧を着ると体温が上昇し、最大で10度まで上がることがある。ロシア語には、音声認識システムを騙すために作られた特別な文字がある。シェイクスピアは、自身の全作品の中で、&という単語を最も多く使っている。19世紀に病気の予防や治療のため患者に対して赤ワインを処方する医者がいた。ライオンは1日約20時間寝ている。ケイコウ島は発明者の名前からフィリップス艦と呼ばれる。
シンガポールは世界で最もタバコの規制が厳しい。ランドセルのカバーは子供たちがカバンにシールやステッカーを貼ることを防ぐために導入された。ゴリラは人間と同じく指紋がある。オーストラリアの国歌は金色のアカシアである。日本の寿司はもともと発酵した魚を保存するために開発された。人間の手には約27種類の骨がある。インドネシアには1日に4回食事をする文化がある。羊は慢性的な寝不足になると体温が下がり生存率が低下する。飛行機の窓から見た風景は実際の距離より遠く見える。イタリアの首都ローマには約300の噴水がある。パイナップルを食べ過ぎると舌や口の中がピリピリするのは消化酵素が含まれているためである。狐の嗅覚は人間の100倍以上で、地面の中の獲物を発見することができる。熱い飲み物は冷たい飲み物より喉を潤すことができる。オーストラリアのクリフトンビーチは世界で最も白い砂浜である。ラバの岩4つあり、最初の3つは食べ物を発酵させ、最後の1つで消化する。ジャガイモは緑色に変色した部分を食べると体に悪影響を与えるアルカロイドを含んでいるため避けるべきである。ロシアには世界で最も長い鉄道路線があり、全長約9000キロメートルである。
インターネットの歴史で最初の電子メールが送信されたのは1971年である。送信者はレイ・トムリンソンで、受信者は彼自身である。緑茶や紅茶は発酵度合いによって味が大きく異なる。緑茶はほとんど発酵が進まないため苦味が少なく、紅茶は発酵が進みやすく苦味が出る。フルーツフライデー。日本が1989年に導入した毎週金曜日に従業員にフルーツを食べることを推奨するキャンペーンがある。オレオのクッキーは1912年にアメリカのナビスコ社によって発明された。イタリア語でチャオはこんにちはとさようならの両方の意味を持つ。チーズケーキは古代ギリシャで作られていたとされ、当時はクリアフトスと呼ばれていた。タブレットはアップルが最初に発売したタブレットコンピューターのことであったが、その名前はマイクロソフトが先に商標登録していたため、iPad に変更された。ヘアバンドは、1960年代にテニスプレイヤーのビリー・ジーン・キングが着用していたことから広まり、一般的になった。ハンバーガーは実際にはハンバーグのパティで挟んだハンバーグサンドイッチとして発明された。ハワイで生まれたとされるサーフィンは、16世紀にポリネシア人が考案したと言われている。世界最古のメロンは、エジプトの王墓から発掘されたもので、紀元前2600年前のものとされている。宇宙船の中で火を起こすことはできない。ニューヨークでは一日に約120万人がタクシーを利用する。そのため、ニューヨークのタクシーの車種は非常に多く、約40種類以上存在する。カメレオンは、まばたきをしないため、舌を出して、瞬きの代用としている。
ポストイットの発明者であるスペンサー・シルバーは、ポストイットを発明するまで40年以上かかった。チーズはおよそ4000年前にエジプトで作られ始めた。フランスのイエール湾には地球上で最も高い干潮差があり、時には15メートル以上にもなる。アイルランドには自然発生的なミツバチがいないため、すべての蜂蜜は外国から輸入されている。ハワイのマウナケア山にある天文台は世界で最も高い場所にある天文台である。人間の指紋は一生涯変わることはない。ナイアガラの滝はアメリカとカナダの国境にまたがっている。服についたカレーのシミは天日干しをするだけできれいに落ちる。氷山の 90% は海底に沈んでいる。空気中には微小な金属粒子が存在している。これらの粒子は太陽光や電波などを反射するため、美しい夕日や夜空の色を作り出すのだ。一部の地球外生命体の仮説には、人類が地球外生命体から直接進化したというものもある。一部の鳥は胃に砂や小石を入れて消化の助けとすることがある。七転び八起きは、転んでも何度でも立ち上がれという意味である。一部のヨーロッパの王室では、毎日5時にお茶を飲むという習慣がある。日本のおはようございますという挨拶は、直訳するとお目覚めになりましたかという意味である。ベトナムにあるドンダバンという洞窟は、全長 38.4km ある世界最大の洞窟である。オーストリアの首都ウィーンにはムーミン一家の像がある。
フクロウはほとんど首を動かすことなく360度見渡すことができる。レモンは炭水化物が少なく糖質が少ないため低糖質ダイエットに適している果物の一つである。チョコレートはマヤ文明が栽培を始めたとされ、当時は新鮮な食べ物として扱われていた。空気清浄機のフィルターに使われるヘパという言葉は高効率粒子補修フィルターの略である。インドネシアは世界で最も大きな島国であり、約1万7000以上もの島々からなっている。コーヒーは世界中で毎日15億杯以上飲まれている。ブルーホールと呼ばれる海底の穴は深さが200メートル以上に達し、世界中に約50カ所存在している。豚は人間よりも優れた嗅覚を持ち、トリュフ探しにも使われている。ホタテの貝殻は片側が平らで反対側が丸い形状をしていることが多い。紫外線が強いとき、朝顔の花が濃い色になる。ラッキーストライクというタバコは、1930年代に発売された当時、フィルターがないことで有名であった。ヒヨドリは体重の 40% に相当する量の食べ物を一度に食べることができる。マカダミアナッツは世界中で最も高価なナッツの一つとされる。世界最古の建築物はトルコのゴベクリテペで、紀元前1万1000年頃に建てられたとされている。真夜中に髪を切ると寿命が縮むという迷信があるが、科学的根拠はない。猫は人間と同様に左利きや右利きがあり、約 90% が
右利きとされている。現代のホッケーは約200年前にイギリスで生まれたとされている。フランスのピレネー山脈には天然の温泉があり、そこで誕生したチーズ、ベアは発酵させた乳酸菌で作られる。クジラは一度で体重の 30% にあたる約200リットルの海水を飲むことができる。現在、世界中で約20億人がスマートフォンを所有しているとされている。マンモスはピラミッドが建設された時期まで生き残っていた可能性がある。スーツケースの持ち手には左右どちらの手でも使えるようにするための構造で2つ取り付けられている。アラスカのエンガディン氷河は一般的な氷河とは異なり海面下にある。白樺の樹皮に含まれる成分は鎮痛剤や炎症を抑える効果があるため、古代から薬用として使われてきた。フィンランドにあるサンタクロース村はサンタクロースの故郷とされる場所で、年中無休でクリスマスをテーマにしたイベントが開催されている。レタスの芯を乾燥させていぶして吸うと鎮静効果がある。アメリカ合衆国ニューヨークにある自由の女神像はフランスからの贈り物である。ナイルワニは世界最大のワニで、全長は約6メートルにもなる。ポーランド語には45文字のアルファベットがある。テキサス州の面積は日本の約3倍である。オウムは人間の言葉を覚えることができ、言葉の意味を理解することもある。ティッシュペーパーはアメリカではクリネックス
というブランド名で広く知られている。ファスナーの発明者であるウィットニー・ジュニアは、ファスナーを開発した当初は靴の留め具としての利用を想定していた。タピオカの原料であるキャッサバは、南アメリカ原産の根菜であり、長期保存が可能なため、かつては軍隊の食料としても利用された。ネットフリックスの名前は、DVD を郵送で借りるビジネスモデルから始まった会社。ネットと映画という意味のフリックを合成したものである。ワシントン DC には、世界中から送られた約1万個の桜の木があり、春には桜祭りが開催される。チーズの種類は世界中で約2000種類以上存在する。1グラムの DNA には約10億個のアデニン、チアミン、グアニン、シトシンという塩基が含まれている。ラズベリーの名前はフランス語でラズールのように青いという意味の言葉から由来とされている。フィンランドの首都ヘルシンキには、世界一寂しい電車と呼ばれる、一日一往復しか運行していない路線がある。キリンの首は長いが、頸椎の数は人間と同じ7個しかない。レモネードを飲むと、血中のアルカリ度が上昇し、疲れやすい体を回復させるという効果がある。チェリーの木は摂氏マイナス40度まで耐えることができる。人間の唾液は傷口を消毒する効果があると言われる。カラスは鏡の前で自分自身の姿を認識することができるという実験結果が報告されている。ジャガイモは世界で最も栽培されている野菜の一つで、約5000万トンが生産されている。
キリンは一度で体重の約 10% にあたる12リットルの水を飲むことができる。日本の漢字は約2000年前に中国から伝わったとされる文字で、世界で唯一の統一文字とされている。砂漠に生息するカンガルーネズミは、水を飲まずに生きることができる。クジャクの羽は、微細な光の反射によって、青色や緑色に見えるが、実際の色は、茶色である。アルミニウムは、地殻中の酸素、ケイ素に次いで、3番目に多く存在する元素である。ライオンのオスは、たてがみがあることで有名であるが、実際には、そのたてがみは、オスの成熟度合いを示すもので、若いオスは、たてがみが短く、老いたオスは、たてがみが長くなる。サイコパスという言葉は、ギリシャ語の魂と苦痛を意味するプシュケ、パトスから派生したもので、一般的には感情や道徳的な規範に欠け、他者への影響を無視する人を指す。日本の神社では、参拝するときに鳥居をくぐることが一般的だが、鳥居は、神と人との仲介者である箱犬を追い払うために設置されたとされている。ミシュランガイドは、フランスの自動車タイヤメーカー、ミシュランが、車のタイヤを販売促進するために、1900年に始めたレストランガイドで、現在では、世界中で高級レストランの評価を行っている。犬は左右の耳で聞こえる音の周波数が異なるため、それにより方向を判断することができる。かっこいいという言葉はもともと、勝ち気な、勇敢なという意味を持っていた。雨が降る前に湿度が上がるのは、土壌中の微生物が活発になって、水分を吸収し、蒸散するためである。ハワイ語には母音しかなく、子音が含まれる単語はない。
地球上で最も高度のある滝は、ベネズエラのアンヘル滝で、高さは979メートルある。世界最大のハンバーガーは、2012年にテキサス州で作られ、約804キログラムあった。キツネの耳は、地面からの音を聞くことができるように、左右に回転することができる。ランドセルはもともと農民たちが荷物を運ぶために使用していたものが発展したものである。アルファベットの W はドイツ語で WV とされている。青色の服を着ることで運動のパフォーマンスが向上するとされている。イルカは寿命が長いもので60年以上生きることがある。ノルウェーの国旗は他の国旗とは異なり正方形の形をしている。ブドウの果汁には腸内環境を改善する効果があるとされている。アメリカ合衆国の国章の中のワシは、オスプレイをモデルにしている。シカゴの愛称、ウィンディーシティは、街の風が強いことに由来している。キウイはニュージーランド原産の鳥で、国のシンボルとしても知られている。ストロボスコープは、光を点滅させることで、動く物体を静止したように見せる機器である。日本の梅干しは、唐代に中国から伝わった漬物の技術をもとにして作られた。スマートフォンという言葉は、2007年にアップルが発売した iPhone に由来する。ピクシーカットという髪型は、1960年代に登場した短い髪型の一種である。自分の血液型を把握している人が多いのは、日本人だけだと言われている。
書籍のことを本というが、これは本来のというオリジナルの意味が強く、印刷技術のなかった頃、書物を書き写していたオリジナルの方の書物を指す言葉であった。これは日本特有の解釈であり、中国で書物のことを本とは表さない。一般的に結婚指輪は給料の3ヶ月分と言われることが多いが、これは郷ひろみが二谷ゆりえと結婚した時の記者会見で、給料の3ヶ月分の指輪を贈りましたと言ったことから広まったという。しかし、そもそもは日本に宝石を売り込もうとした海外メーカーの戦略だったという話もある。日本で万歳三唱が始まったのは、明治憲法発布の式典だと言われている。最初は、法が三唱のつもりであったが、アホが、アホが、に聞こえてしまうとなったため、急遽、万歳が使われた。乾電池を発明したのは日本人だが、発明した当時は乾電池によって動く製品がなかったため、ほとんど売れなかった。野球はルール上、ダイヤモンドの形状と外野フェンスまでの最低限の距離は期待されているが、それ以上の規定はない。球場によってホームランまでの距離が異なるのはこのためである。アメリカの奴隷制度は南北戦争以後に廃止されたが、ミシシッピ州のみが州憲法に条項を入れ忘れており、1995年についに奴隷制度廃止を承認した。しかし、2013年まで連邦への通告を怠っており、形式上は未承認となっていたため、148年間奴隷制度が残っていた。動物園という言葉は福沢諭吉が考案した。人気のお菓子じゃがりこは、開発担当者の友人である理香子さんが美味しそうに食べていたという理由で、じゃがいもプラス理香子から名付けられたと言われている。NTT の青色のロゴマークには、ダイナミックループという名前がついている。大正天皇が崩御したのが12月25日。その日に昭和に改元したため、昭和元年は12月から始まった。映画スターウォーズの悪役であるダース・ベイダーは、主人公の父親であることは有名なストーリーだが、そもそもベイダーはドイツ語で父親を指すベイダーから取られたとされている。大根は見た目としては白いが、
本来は細胞や繊維質は透明に近く、光の屈折具合で白に見えている。大根を煮ると繊維質の崩壊と光の加減で透明に近くなる。コカ・コーラ社が発売する炭酸飲料ファンタは、アメリカ本社よりも2年前に日本コカ・コーラが販売を開始した。片原痛いは、身の程を知らない相手の態度がおかしくてたまらないという意味で正しいが、もともとは、傍らで見ていて気の毒だという意味があり、これを個人が間違って使用しだしたのが由来とされている。衣類のトレーナーは、スポーツをする人などが体を冷やさないために着る練習用の上着のことを意味し、日本で生まれた和製英語である。セブンイレブンのイレブンの最後の N は小文字の N になっている。ハロウィンでは野菜をくり抜いてランプのように使うのが知られているが、そもそものルーツであるケルト人の文化では株を使っていた。現在カボチャがよく使われているのは、アメリカで株が取れずカボチャがよく取れたためである。みかんの缶詰は日本で生まれた。バラの本数の意味。バラの本数の意味は海外にそのルーツがあるが、108本は日本では10と8で、とはとも読め、プロポーズの時に送る本数として人気がある。バラ1本で、一目惚れ、あなたしかいない。2本で、この世界は2人だけ。3本で、愛しています。7本で、密かな愛。10本で、あなたはすべてが完璧。12本で、私と付き合ってください。20本で、私のひとひらの愛。24本で、一日中思っています。100本で、100% の愛。101本で、これ以上ないほど愛しています、という意味である。絵の具の主原料である顔料を紙に固定する糊の役目をするのが、転色剤が油性なら油絵、水溶性なら水彩絵になる。映画会社大映の常務であった松山英夫氏が、この時期は人出が多く、映画業界にとっての黄金の一週間だとして、黄金週間と名付け、宣伝したことが、現在のゴールデンウィークの始まりとされる。もともとが宣伝コピーのため、NHK では、ゴールデンウィークは使わず、春の大型連休と呼んでいる。
東日本大震災による地盤沈下の影響で、東京スカイツリーの高さは公表で634メートルではなく、633.4 メートルになった。ネズミは、発酵した匂いのするチーズは苦手である。十円玉と百円玉とでは、百円玉の方が 0.3 グラム重い。お笑いコンビ、ナインティナインの名前の由来は、岡村、矢部ともに、吉本養成所 NSC の9期生だったからというのが定説だが、実際は、岡村が得意だった、ブレイクダンスの技、ナインティナインティからとされている。全治とは、医師の診療と治療が常に必要な期間のことを言う。その期間を過ぎても、しばらくは日常生活を送れないこともあるが、それが完全に戻ることを完治と言う。世界最大手のタイヤメーカー、ブリヂストンは、創業者である石橋清次郎の名字から付けられた。石橋を英語にして、ストーンブリッジであると語呂が悪いため、ブリッジストーンとした。もともとは、福岡の地下足袋や靴のゴムを製造する会社であった。田舎を、田んぼの田に、社と書いて、田舎と読む理由は諸説あるが、田んぼの中にいる、の、田舎が変化した説。稲を作る家が多いため、稲に、家と書いて、田舎と呼ばれていたという説などが有力である。漢字の社には、建物の意味があるため、田んぼと少しの建物という意味でこの漢字が当てられたとされる。堂々としている様子を押しも押されもせぬと表し、争うまでもない真実のことを押すに押されぬと表す。押しも押されぬ人気という表現は、この二つが混ざった上に、意味までも曲解された言葉で、最近までは日本語に存在しなかった。標高が世界一高い山はエベレストだが、これはあくまで標高での世界一であり、海底の山のふもとからの高さで比べると、ハワイのマウケアナ山が1万メートル以上になり、世界一である。また、エクアドルのチンボラソ山は、地球の中心から山頂が最も離れており、山としての高さが世界一になるとも言われている。日本にコンビニは5万8000軒近くあるが、日本にある神社はさらにそれよりも3万軒多い、約8万8000軒と言われている。ドラマの水戸黄門は、
全国を旅しているが、江戸時代の厳しい規則の中では、水戸黄門は、江戸と水戸の往復がほとんどで、旅としては、鎌倉が最も遠いと言われている。ドラゴンボールで、悟空とチャオズは、一度も会話をしたことがない。イギリスは、ポルトガル語のイングレスが転じたものとされている。もともとイングレスは、南蛮貿易時代は、イングランドのみを指す言葉であったが、明治時代までに他の国を統一され、連合王国になってからも、日本では便宜的にイギリスと呼び続けた。バレーボールにおけるアタックとスパイクは同じような印象があるが、アタックはサーブとブロック以外の手法で相手側にボールを返すこと全般を指すのに対し、スパイクはアタックの中でも相手コートにボールを強く打ち込むことのみを指す。国道で最も長い直線道路は、札幌から旭川に向かう国道12号線にあり、その長さは約30キロにわたる。簡易的な建物として建てられるプレハブは、事前に製作されたという意味のプリファブリケイティッドという言葉の略である。日本人に読みやすく書きやすいようにプレファブではなくプレハブになったとされる。野菜の小松菜は現在の東京都江戸川区の小松川付近でよく採れた野菜だったため、江戸幕府から名付けられた名前である。西遊記に登場する佐護城は、そもそも何度も輪廻転生する三蔵法師を過去に9回食い殺して、その骸骨を首から飾っているという設定である。カッパのような見た目で日本では定着しているが、これは翻訳時に歪曲された設定で、原作では大きな男である。うなぎの波と特上の違いは、うなぎの量が多いか、少ないかの違いだけで、品質には変わりがない。鏡に向かって、お前は誰だと言い続けると、自分が誰だかわからなくなる。三面鏡だと、三倍早く狂う。ブラジルの首都は、サンパウロでも、リオデジャネイロでもなく、ブラジリアである。星の明るさを表す透星は、数字が小さくなるほど明るくなるが、一等星の上にもゼロ等星、さらにはマイナス等星もあり、太陽は、マイナス 26.9 等星となる。卓球の試合で、試合中に選手がタオルを使って汗を拭うことができるのは、
両者のスコアの合計が6の倍数になった時のみとされている。国際的人気キャラでおなじみのミッキー、日本だけでなく海外でもディズニーランドで登場するが、実は海外と時間を調節しており、世界に一体しかその場に現れない。ピーナッツはナッツではない。090-1199-1563にかけると自分の声が返ってくる。また下の長さ割る身長かける100で 45% が足の長さの基準となる。 50% にもなるとモデルでもめったにいないくらい長い。 43% を切るとかなり短いとされる。レスリングの試合中、選手は必ずハンカチを持っていなければならない。持っていない場合は失格処分となる。髪のサイズには AK と BK があるが、髪の大きさはどちらも縦を1とした場合、横はルート2の比になるように作られている。公園の池にスワンボートがあるのは、群馬県のボートメーカー株式会社スナガにより、白鳥を模したスワンボートが開発されたことがきっかけである。法律で禁止されている大麻よりタバコの方が依存性と体内毒素が強い。相撲、柔道、剣道は厳密に言うと日本の国技ではない。ファミリーレストランの内装や看板にはオレンジ色が使われていることが多い。これは暖色系の色には食欲を進める効果があるためである。ドリアンは収穫したては臭くない。収穫して時間が経つと臭くなっていく。秋になると緑色から赤色に変わるモミジの肌が、本来は春も夏もモミジの色は赤色である。春や夏の間は歯の表面を葉緑素が覆ってしまっているため緑色をしている。無期懲役の実刑判決を受けた人は平均で30年で出所している。日本には1000年以上続く老舗が7社存在する。200年以上続いたものは韓国では0で、中国は9、インドは3に対して日本はなんと3000もある。
世界に7000あると言われる200年企業のうち、半分近くが日本に集中しているのだ。震度とは、地震によるある地点の揺れの強さを示すのに対し、マグニチュードは地震の総エネルギーを表すものである。彗星は太陽の周囲を2回公転する間に3回自転する。そのため、彗星自身の自転と公転だけの関係で見れば、彗星は1年が 1.5 日である。チキンナゲットのナゲットは、天然の金塊という意味である。北極より南極の方が断然寒い。シーチキンは使っている魚の種類によって異なる。シーチキンファンシーはビンナガマグロ。シーチキンエルはキハダマグロ。シーチキンマイルドはカツオである。日本に隕石が落ちた場合、その所有権は地面に埋まっている時と地上にある時とでは異なる。地面に埋まっている時はその土地の所有者のものになり、埋まっていない時は最初に見つけた人のものになる。喉が痛い時、マシュマロを食べると痛みが和らぐ。よくアニメや漫画、ドラマなどでアサシンがナイフの刃に舌をはわす行為があるが、あれはカッコつけではなく、口腔内の菌を歯につけることによって感染症を誘発させ、致命率を高めるという合理的な行為である。咳1回の消費カロリーは2キロカロリーである。ロケットで初めて宇宙に行った人間以外の動物はハエである。日本の対米輸出額の1位は自動車であるが、それに次ぐ2位の規模を持つ輸出品は鉄鋼でもなく、電化製品でもなく、アニメ関連商品である。掃除機のコードについている赤いテープと黄色いテープ。赤はこれ以上は引き伸ばせませんという意味で、黄色はここまで伸ばして使用しないと中に熱がこもって発火の原因につながります。という意味である。マグロのトロ、中トロ、大トロに明確な区別はない。テレビアニメ、ルパン三世はモデルガンを参考にして拳銃を描いていたが、ある時、
MGC という会社名まで書き写してしまったため、登場人物の持っている拳銃がモデルガンメーカー製作のものになってしまったことがある。大阪天満宮近くの寿司屋でこの城を使った箱寿司を提供しており、その形が四角形ではなく船の形をしていたことから、ポルトガル語で船を表すバッテーラと呼ばれるようになり、やがて魚をサバに変え、形を四角に変えてもサバの箱寿司はバッテラと呼ばれるようになった。大相撲の行司は、軍配を間違えた時に切腹することで、その責任を取ると言われ、小刀を腰に刺して、軍配を振る。しかし、実際には間違えて切腹した行司はおらず、あくまでも、切腹を覚悟して土俵に上がる、という意志の表れである。扇風機は長年使用し続けると突然発火する恐れがあったため、定期的に買い替えなければならなかった。1970年までは公衆電話は10円で使い放題であった。長電話をする人が続出したため、時間で打ち切る仕様に変わった。テニスやゴルフなどのスポーツ用品メーカー、ヨネックスは、新潟県で創業された米山木工所で、もともとは漁業用に、木製の浮きを製造していた。バドミントン用ラケットの製造をきっかけに、社名を米山ラケットに変更。国際化を睨み、ヨネックスに称号変更した。白熊の毛は透明で空洞になっている。レタスの芯を乾燥させて、いぶして吸うと、鎮静効果があると言われている。森永製菓のオットットは、五感から生まれた商品名ではあるが、魚をトトと表すことが、裏の意味として含まれている。東京都の葛飾区の由来は、現在の千葉県を中心として、数県にまたがる広大な区域である葛飾郡とされており、東京の東から千葉にかけて、葛のつく地名が多いのはこの名残である。葛飾の鹿の文字は出どころが不明であるが、砂の体積を表す、砂州の天下ではないかとも言われている。かくれんぼで鬼が勝手に帰ると監禁罪にあたる。漫画「魔法使いサリー」のサリーの名前は、当時人気だった日産サニーから取ったとされる。日産は反対しなかったが、ソニーが異議を申し立ててサリーに変更されてしまったという。
カツオのたたきは調味料が高くて少量しか手に入らなかった高知の漁村で、手のひらにつけた少しの塩をたたいてカツオに染み込ませる調理法が起源という説がある。雷様におへそを取られるという迷信には根拠がある。積乱雲が発生するような気候では地表温度が急激に下がるため、着物姿だった昔の子はお腹を出したままにしているとお腹を壊す心配があったため、帯を締め直させるために大人たちが作った話であると言われる。カーリングのストーンは1個10万円以上する。鮭は水産学上は白身魚である。アドルフとルドルフの兄弟は二人の名字を冠したダスラー兄弟商会を運営していたが、喧嘩をして別々の会社を運用するようになった。アドルフ・ダスラーは自身の名前の略称アディダスを、ルドルフ・ダスラーは名前の略称 RUDA をもじってプーマを設立した。伊能忠敬の歩幅は約69センチメートルである。電話でシャープ7119にかけると救急車を呼ぶかどうか迷った時に対応してくれるところにかかる。交番と派出所の違いはない。青森の県名は江戸時代の初期に弘前藩が現在の青森市に港町の建設を始めた時、海上からの目印になる青い森があったことから名付けたとされている。ベルサイユ宮殿にはトイレがなく、貴族はみんなオマルを使用していた。蚊に刺されてかゆいのは、蚊が持っている毒性のせいで、この毒性は人体には無害で、48度以上の温度で消えるため、蚊に刺された時は、お湯で濡らしたタオルを刺されたところに当てておけばすぐ収まり、かゆくなくなる。クレヨンしんちゃんの坊ちゃんの本名は井川坊太郎である。コンビニ弁当は1週間常温に放置しても腐らない。宇宙飛行士はおむつを履いている。使い切った乾電池を衣服などでこすると一時的に復活する。幕末の事件であるペリー来航であるが、実際の来航場所は
現在の浦賀ではなく久里浜だったとされ、実際に久里浜にペリー上陸碑が設置されている。また突然の黒船来航に人々が混乱したイメージがあるが、実際は前年に来航予告があったため、それほどではなかったとされる。パートナーを指す相棒とは、江戸時代に二人で行っていた籠の持ち手の片割れを指す言葉で、棒を持つもう一人という意味であった。ハッピーターンは、幸せが帰ってくる、ハッピーがターンするように願いを込めて名付けられた。元ニュース、手越が、走れメロス役で出ていたマッチの CM。メロスの家の撮影場所は、ピース又吉の祖母の家である。トランプのジャック11は、ネイプという別称もある。1はエース。2はデュース、3はトレイ、4はケイト、5はシンク、6はサイスという別の呼び方もある。秋田弁は、ねがないという。ねねはないじゃん。ねねねはねないじゃん。寝れは寝な、寝れねは寝れない、寝れねねは寝れないじゃんである。最大手のコンビニローソンの始まりは、アメリカのオハイオ州にあった牛乳販売店ローソンミルクであり、名前は創業者のローソン氏からである。ボウリングの原型を作ったのは、宗教革命で有名なルターだと言われている。紅茶とウーロン茶と緑茶は、すべて同じ茶葉からできている。杏仁豆腐の本来の正しい読み方は、杏仁豆腐ではなく、杏仁豆腐である。ニューヨーク近代美術館で、上下逆さまのまま展示されて47日間気づかれなかった絵画がある。ニューヨークの名前はイギリスのチャールズ国王の弟であるヨーク公が由来で、すでにイギリスにヨークという町が存在したため、ニューを頭につけた。スポーツとは、一定のルールにのっとって勝敗を競ったり、楽しみを求めたりする身体活動などの総称である。アサリは海の水をきれいにする能力がある。お弁当に
タコのウインナーが入るのは、料理研究家、庄美智子が、子供の頃に食が細かった次男の庄つぐるのためにタコさんウインナーを作ったことが始まりである。科学忍者隊ガッチャマンの女性キャラである白鳥のジュンは16歳だが、スナックを経営している。ソフトクリームは英語のソフトサーブアイスクリームが略された和製英語である。なお、英語ではソフトサーブが一般的な呼び方である。ロート製薬の社名はヒット商品であるロート目薬の処方を手掛けた井上豊太郎博士の師、ドイツ人のアウグスト・フォン・ロートムント博士の名前から取られた。事故物件は、最初に貸し出す人にはその旨を伝える義務はあるが、それ以降に貸し出す人には報告義務はなく、知らず知らずのうちに事故物件に住むことになる人もいる。ティラミスはイタリア語で、私を元気づけて、私を天国に連れて行って、私をハエにして、という意味である。ジャージとは、日本では学校の体育で用いる体操着やトレーニングウェアのことを表すが、本来はジャージーである。ジャージー島生まれの編み物生地が由来している。歯に折れ目がついており、切れなくなった先端を折り取れば、新品同様の切れ味を取り戻す方式のカッターは、折る刃式カッターナイフと呼ばれる。その名の通り、折る刃の形のカッターナイフである。これは、オルファ株式会社が作っている。ビールの泡はビールと言えるのかどうかを裁判で争ったことがある。一生水を飲まずに生きることができるネズミがいる。調味料としては欠かせない存在のケチャップであるが、1830年代のアメリカでは、ケチャップは薬品として特許が取られていた。地上波よりも映像が美しいことが特徴だった BS 放送。しかし、2018年から、4K、8K 放送の周波数を確保するために、多くのチャンネルが地上波と同じハイビジョン画質に落とされてしまった。BS 放送は、ブロードキャスティングサテライトの略である。衛星放送に使う放送衛星のこと。CS 放送の CS は、コミュニケーションサテライトの略で、通信衛星を意味する。通信衛星を利用した放送を CS 放送と呼ぶのだ。
パソコンのマウスを動かした時の長さの単位はミッキーで、1ミッキー、2ミッキーと数える。カルボナーラはイタリア語で、炭焼き職人風という意味である。ガラガラヘビは23時間かけて成功をする。山口県には山口さんが多い。コンタクトレンズは昔10円玉と同じサイズであった。頭の中だけで、あーと叫ぶと、なぜか息を止めてしまう。北海道にはやりきれない川という川がある。宇宙船の中では背が伸びる。新幹線に290円で乗れる区間がある。人が一生のうちに出会う人のうち、親しく会話を持つ人の人数は300人である。ダチョウは飛べない代わりに脚力がとんでもなくある。時速80キロで1時間ぶっ通しで走り続けることができる。キュリー夫人の娘もノーベル賞を受賞している。小学生でも会社の社長になろうと思えばなることはできる。わさび100に対して0.5の砂糖を加えると辛さが増す。ホタルの発光パターンは西日本と東日本で異なる。豚の性的絶頂感は30分以上続く。日本の道路が左側通行なのは、武士が左越しに刀を刺していたからである。大航海時代、インドのカレーは船に乗ってヨーロッパへと進出した。亀の甲羅は肋骨が進化したものである。鉄砲魚は、スズキ目、鉄砲魚科に分類される魚で、口から水を発射して、水面上にいる昆虫などを捕食する行動で知られている。
焼肉の定番でもあるカルビは、脂が乗って美味しい肉というイメージがあるが、焼肉店においてその定義は意外と曖昧である。スカイツリーには、高さ460メートルの場所に秘密の研究所がある。オセロはリバー紙の一種で、中央4マスの初期設定が決まっているが、リバー紙には中央4マスに規定がなく、色も白や黒でなくてよい。世界中で YouTube 動画は1分につき48時間のアップロードがされている。博多の塩はメキシコ産である。四六時中とは、4×6が24時間であることから、一日中ずっと、いつも、終始、常に、という意味である。渡辺という名字は、日本に100万人以上おり、人数が多い名字ランキング6位である。渡辺の漢字は種類が多いが、50種類以上もあると言われる。その理由は、分家が本家に気を使ったという説。二つ目は、役人や当事者が書き間違えた。という説である。シンガポールでは、チューインガムの製造・販売が禁止されている。大ヒットアニメ映画、風の谷のナウシカは、スタジオジブリの作品ではなく、かつて存在したアニメーション制作会社、トップクラフトによる作品である。トップクラフトはその後、ジブリに改組されたため、正しくはジブリ関連作品とされる。モノマネ芸人神奈月は、誕生日が旧暦での神奈月であることから、神奈月という名前にしようとしたが、後に旧暦では本来は下月であることがわかり、現在の芸名へと変えた。割り勘は、割前勘定。の略である。チゲ鍋のチゲは辛いという意味である。ピアノの語源。1700年頃、チェンバロという楽器の音色の幅を広げようと、従来の弦を弾くものから叩くものにした画期的な楽器が発明された。その楽器はプラビチェンバロコルピアノエフォルテと名付けられ、弱い音も強い音も出せるチェンバロという意味であった。その後、名前が短くなりピアノとなった。
アイスキャンディーのガリガリ君は、もともとは会議でガリガリという名前にすることで決まりかけていたが、社長の鶴の一声で語尾に君をつけることが決まった。松坂牛は松阪牛と読み、松坂牛は誤りである。のどちんこの役割。胎児の時に口蓋が二つに割れていたことの名残で、人間が生活していく上で特に役割があるというわけではなく、人体には無用なものとも言われている。薬を飲むときの注意点。薬を飲むとき、多くの人が水を口に含んでから上を向いて飲む。しかし、薬には上を向いて飲むべき薬と下を向いて飲むべき薬がある。ポイントとなるのは、その薬が水に浮くか、水に沈むか。上を向いて飲むべき薬は錠剤で、口の中に入れた時に水に沈み込み、そのまま飲み込めば、錠剤が先に落ちて水で流し込める。薬を飲むとき、下を向いて飲むべきものは、カプセル剤などである。一番最後という言葉。最には一番という意味があるため、本来は重複表現である。キリンは食事から必要な水分を吸収しているため、毎日水を飲む必要はない。天気予報で、低気圧は進む、高気圧は移動すると表現する。偉人として伝わる野口英世は、女と酒とギャンブルにだらしなく、研究費や婚約支度金、留学費などを遊びで使い切ってしまう性格の持ち主であった。スポーツドリンク。スポーツ選手の水分補給用に開発されたスポーツドリンクだが、体に吸収される速度は、ただの水よりも遅い。毛が伸びる速さ。髪の毛は、1日に約 0.3 ミリから 0.5 ミリ伸びると言われているが、もしも全身の毛が1本に合わさったとすると、1分間に約3センチメートル伸びている計算となる。ネスレのロングラン商品である飲料ミロは、古代オリンピックの伝説のチャンピオンであるミロンから採用されている。カットソーとはどんな服なのか。カットソーは、編んだ生地をカットして、ソーしてある服のこと。カットは裁断、ソーは縫うという意味。ちなみに、ソーイングマシンはミシンのことである。つまりカットソーとは、まずは、一本の糸で編んだ生地であること。そして、その生地を裁断し、縫って作られた洋服すべてのことを意味する。
放送は不特定多数ブロードキャストを指すのに対し、配信は特定多数マルチキャストを指すとされる。配信の特徴は、利用者は配信元と契約を済ませた状態になって初めてコンテンツを受け取れることであり、インターネットの普及により言葉が定着した。人の味覚が感じることができるものは、甘さ、酸っぱさ、苦さ、塩辛さの4つで、辛みや渋みは含まれていない。これは、辛みや渋みは、主に触覚と痛覚が絡み合ってわかる感覚のためである。ヴィンテージは、製造されて100年未満のものを指す。アンティークは、製造されて100年以上のものを指す。寝る前に歯磨きをすると、眠れなくなる。ビール瓶の蓋が王冠の形になったのは明治30年代のこと。それまではワインと同じコルクを抜く形の瓶であった。服のセーターと服の生地であるスウェットはどちらも英語で汗という意味のスウェットの文字が入る。セーターは汗をかかせるもの、スウェーターであるのに対し、スウェットは汗を吸い込むものという意味である。一瓶に 1000mg ものビタミン C を含むジュースなど、多量のビタミン C を含む製品が売られているが、人間に必要なビタミン C の量は1日あたり約 50mg である。セロハンテープは薄いが、実は4層構造になっている。サザエさんのタラちゃんと名探偵コナンの江戸川コナンの身長差は7センチメートル。クレヨンしんちゃんの野原しんのすけとコナンを比べるとコナンの方が4センチメートル低い。卵という漢字は2種類あるが、漢字1文字の方の卵は、生物学的な卵の意味を持つが、漢字2文字の方は、食用の卵を指す。ファスナーのことを、チャックと呼ぶのは日本だけで、1927年に尾道で巾着をもじってファスナーをチャックインとして販売されたところ評判になったことで定着した日本語由来の言葉である。プルオーバーとはどんな服か。プルは引く、オーバーは超えるで、前後に空きがなく、頭からかぶって、引っ張って頭を出す服を意味する。国内の希少生物。
その希少性から見ることのできる動物園が限られるパンダとコアラ。現在国内ではパンダやコアラよりラッコの方がずっと少なく、全国の水族館に3頭しかいない。ウーパールーパーは商標名で、本来の名前はアホロートルである。横浜市にある山下公園は、関東大震災で倒壊した瓦礫を集めて埋め立ててできた公園で、復興記念の博覧会も行われた。リスの尻尾は、高いところから落ちたとき、パラシュート代わりに使ったり、木の枝の上でバランスを取ったりと、重要な役割を持つ。中には、抱き枕の代わりに使うリスもいる。さらに、天敵に襲われた際、切り離して注意をそらすことができるが、トカゲと違い、再生能力はないため、新しく生えてくることはない。魔女狩りの時代では、男性も対象となっているが、呼び方は変わらず、魔女という言葉が使われていた。温泉の成分表にある一般的適応症には、冷え症や筋肉痛など、広く全部に当てはまるものがある。どこまで当てはまるかというと、温かいお湯に入れば全部効くものばかりである。つまり、家で風呂に入れば、一般的適応症の効能を得ることができる。世界で一番栄養の少ない野菜はキュウリで、そのほとんどが水分である。タラバガニはカニとついているが、カニではなくヤドカリの仲間である。足はカニに比べ2本少なく8本である。科学忍者隊ガッチャマンの女性キャラである白鳥のジュンは16歳であるが、スナックを経営している。内科は若手の医者の死亡率が低い。日焼け止めは外出する30分前に塗る。君が代は千代に八千代に、さざれ石の岩尾となりて苔の蒸すまでと歌われる君が代には、動きなく時はかきわに限りもあらじという続きがある。さらに2番も存在し、君が代は千尋の底のさざれ石の鵜のいる磯とあらはるるまで、限りなき御代の栄をおぎたて祭ると歌われる。トムとジェリーなどのアニメで書かれているように、ネズミといえばチーズが大好物というイメージが一般的であるが、ネズミはチーズは好きではなく、他に食べ物があるときは絶対に食べない。
間髪を入れずの間髪を間髪と読むのは間違いで、正しくは間髪である。明智光秀が織田信長を討つ時に言ったとされる、敵は本能寺にありは、江戸時代の歴史家頼山陽の七言律詩、本能寺にある。我が敵はまさに本能寺にありから来ている。イライラした時の深呼吸は逆効果という説もある。イライラした時は二酸化炭素を出しすぎた状態で、深呼吸することでさらに二酸化炭素を出すと、体に必要な二酸化炭素が減ってしまう。人の体は血液を中性に保つために二酸化炭素の量が大切である。二酸化炭素が減りすぎると血液はアルカリ性に傾き、体内の細胞が正常に働くために必要な電解質のバランスが崩れてしまう。19世紀に正式に確認されるまでは、ゴリラは空想上の未確認生物とされていた。当時の動物学者たちは目撃情報に対して、そんなに大きな類人猿がいるわけがないと信じていなかった。世界で初めて有人飛行に成功したのはライト兄弟であるというのは有名だが、兄弟のうち最初に登場したのは弟のラーベルである。なお、ライト兄弟はオーベルとウィルパーの二人兄弟ではなく五人兄弟である。二人は三男と四男である。二つの点とその間の下に一つ目の大きめの点があると、それだけで人の顔に見えるような感覚になる現象をシミュラクラ現象という。飛行機のジェット機の燃料はケロシンと呼ばれるガソリンではなく灯油に近いものである。デイサービスラスベガスという名前のカジノを再現したデイサービスがある。カジノを取り入れることにより男性利用者が急増し、これにより利用者を140倍に増やした。アインシュタインは相対性理論で有名な科学者であるが、相対性理論ではノーベル賞を受賞できず、別の研究である光量子仮説で受賞をした。これは相対性理論が画期的な理論であるという評価がすでにあったが、選考委員会が画期的すぎるという理由で二の足を踏んだからという説がある。キツツキが木を叩く理由、その理由は木の中の虫を食べるためと巣穴を作る時である。また縄張りを主張するためのものであるが、木の中の虫といっても普通の鳥が食べる甲虫類や幼虫ではなく、キツツキが食べているのは意外にもアリである。
任天堂のキャラクターのマリオは26歳前後とされている。辞書を作るには歯磨き粉とホワイトチョコレートの材料が不可欠である。この材料のおかげで辞書は紙が薄くても透けないようになっている。イソップ童話のアリとキリギリスはイギリスで勝手に改編されたタイトルであり、そもそもはアリとセミの話である。丸いお盆にも正面がある。いけばなや盆栽など日本の伝統的な多くのものには正面があるが、どこの家庭にもあるあの丸いお盆にも正面がある。木の年輪がわかる場合にはその中心がお盆の正面になる。東京都の目黒区はもともとは目黒町という地名で、目黒不動尊があったことからこの名前になったとされる。しかし目黒そのものの由来は諸説あり、はっきりしたものはない。シャープペンの消しゴムが消えにくい理由。シャープペンの消しゴムは硬いゴム製で、紙の表面ごと削り取っているため、隙間に入った鉛筆の粒子をうまく取り除けないのだ。複雑骨折というのは、複数の骨がボキボキと折れているわけでも、骨が粉々になっているわけでもなく、骨によって皮膚を突き破るなどの損傷をしている骨折を言う。ファッションの流行色は、国際流行色委員会インターカラーによって決められ、日本流行色協会 JAFCA を経て、世に出るため、選定から流行まで2年かかる。佐賀県で有名なお笑い芸人、花輪の出身地は埼玉県である。亀は、生まれた時の温度によって性別が決まる。多くの場合、28度くらいを境に、それより温度が低いとオス、高いとメスが生まれる。あいにくの雨という時のあいにくは、ああ、憎たらしいが縮まって転換した言葉とされる。生に憎いと書いて、あいにくという漢字が使われるが、これは当て字である。岐阜の長良川の鵜飼は、宮内庁式部職鵜匠によって行われている。したがって、鵜匠の身分は国家公務員である。年頃の娘が父の洗濯物と一緒に洗濯機で洗うことを嫌がるというのはよくある話だが、科学的には分けて洗う必要はない。洗濯洗剤の多くに界面活性剤が入っており、ある程度の量の界面活性剤が溶液の中に入ると、
汚れをきれいにコーティングしてくれる。そのため、父の洗濯物から出た汚れが娘の衣服に再びつくということはないのだ。松田聖子のヒット曲、赤いスイートピーの作曲は、呉田という人物である。聞き慣れない作家であるが、呉田は、荒井由実のことであり、スウェーデン出身のハリウッド女優、グレタ・カルボをもじった作曲時だけの名前とされている。東京都の台東区の名前の由来は、人が集まり、栄えるの意味としての大、被害ずるの意味としての東を合わせた中国の熟語からである。上野の高台とその東の浅草を表しているとも言われる。カタログ通信販売会社セシールの CM で最後に言っている言葉はフランス語で色古さコンフィアンスエソムネールである。日本語で愛と信頼をお届けするという意味。高明&のりたけという名前でお笑いスター誕生に出場していた二人に覚えにくいと番組プロデューサーからいくつかの候補からコンビ名を決める命令が下り、二人のイニシャル T、N からトンネルズという名前を選んだ。小春日和は冬の寒さが和らいだ春先の暖かい日のことではなく、秋が深まった時に稀に訪れる春の陽気に似た日のことである。亀の性別は尻尾で判断する。尻尾の裏側には肛門があり、肛門が甲羅より外側にあるのがオス、内側にあるのがメスである。ベートーベンの作曲のエリーゼのためには、テリーゼという女性のための曲であった。にやけるという言葉は、ニヤニヤと笑うという意味とは全く違う意味で、男がなよなよとしていて、女のように色っぽい様子、または男色の動詞化された言葉である。打ち上げ花火は夏と冬で種類が違う。冬の方が空気が澄んでいるため花火は遠くまで見える。夏のように大きく広がる割り物と呼ばれる花火ではなく、流れて消えるポカモノと呼ばれる花火が打ち上げられる。またスキー場など雪が積もっているところで夏のように大きな音がする花火を打ち上げると雪崩が起きるため、冬の花火は音が控えめになる。関西中心に活躍する女性漫才コンビハイヒールの名前はハイヒール桃子が所属していた暴走族の名前が由来である。ドラえもんで静香ちゃんのキャーのび太さんのエッチとジャイアンののび太のくせに生意気だぞというセリフは
原作にはないもので、声優陣の考えたオリジナルのセリフと言われている。京都から奈良へ向かう JR 奈良線は奈良に到達しない。ショートヘアが似合う 5.5cm のルール。ショートヘアが似合うかどうかは、耳の下から顎の先端までの長さが 5.5cm 未満だとショートカットが似合うとされる。鮭は河口付近の淡水と海水が入り混じった汽水域と呼ばれる場所に来ると、3日から1週間ほどその場所で過ごし、それぞれの環境に適した体へと変化させている。なので川で泳いでいる鮭を捕まえ、いきなり海に入れると細胞がしぼんでしまい、生きてはいけない。広辞苑に広辞苑という言葉は掲載されていない。言葉順では、広辞苑が乗るべき場所には広辞苑が乗っている。入浴剤の泡は体に当てても意味がない。ベッドの寿命は2年と言われているが、マットレスの向きを定期的に変えるとその寿命を伸ばすことができる。セルフのガソリンスタンドには安全確認をする従業員がおり、その従業員が OK を出さなければ給油が行われない。動物の利き腕、人間だけでなく猿や猫にも右利き左利きがある。日本人は9割以上が右利きと言われているが、動物の場合は1対1である。ルパン三世の銭形警部の名前は高一である。段ボールをガムテープで留めるとき、外側を十字にガムテープで留めて補強すると強度が3倍になる。象の鼻の中には骨がなく、すべて筋肉でできている。高校野球の応援に使われる曲の名前は、わっしょいである。トイレの紙を三角に折って去るのは、清掃員の清掃完了の合図で、普通の使用者がマナーとして行うものではない。怠け者は木の枝に逆さにぶら下がり、一日のうち 1,2 時間程度しか動かない。その背中には薄い緑色の毛が生えているように見えるが、それはあまりにも動かないため苔が生えているのだ。グレープフルーツに含まれるリモネンという
甘酸っぱい香り成分には食欲抑制と脂肪燃焼の効果がある。そのためグレープフルーツを部屋に置くだけでダイエット効果が期待できると大阪大学と新潟大学の共同研究により判明した。マックは作り置きが基本だが、作りたてが食べたければ何かを抜いて注文すると良い。例えばハンバーガーだったらケチャップ抜き、ポテトだったら塩抜きなど。塩は塩をくださいと言えばもらうことができる。またあなたのために作りましたという意味のシールも貼られる。粘着テープの発明者はエジソンである。最も長い実刑判決は1万年である。豚に真珠はキリストの言葉である。視力検査の時に目を覆うスプーン状の道具は斜眼紙という。視力検査で使う C の形をしたあのマークの名前はランドルト管という。イカの足は10本と一般的に知られているが、正確に言えばイカに足はない。背中から順に腕が1本2本と生え、他より長い2本は触腕である。なのでイカについているのはすべて腕である。靴下の角度が90度ではなく135度の理由。もともと90度であったが、手編みから機械編みへと製造方法を転換したことによるもので、それがきっかけで135度に変わった。東映映画のオープニングに出てくる荒波が岩に砕けるシーンのロケ地は千葉県である。千円札の1億円分の重さは99キロである。当たりが出ればもう一個の棒アイスや自動販売機の当たる確率は 2% と法令上定められている。同い年同じ学年を表すタメは博打の用語でゾロ目のことを言う。サイコロの同じ目になぞらえて不良少年が使い出した言葉だと言われる。動植物の学名に対する日本語の名称である和名では、パンダは白黒グマとなっている。パンダの由来はネパール語で竹を食べるものという意味のポンガから来ているという説がある。ちなみに、中国での呼び名は、オオクマネコである。鹿児島県では、無賃乗車をする人、または、行為自体を、薩摩の神という。
アインシュタインはノーベル賞の賞金を離婚の慰謝料に企てていた。両手を広げた長さは身長とほぼ同じである。イソギンチャクの唐揚げがある。インターネットで会員登録するときなどにぐにゃぐにゃと歪んだ文字を読んで入力する、あれはキャプチャという。アメリカ通貨ドルはもともとヨーロッパ由来で、特にペソ銀貨で取引されたスペインドルは世界中に流通した。ペソは手書きに向かず、貿易時には次第に簡略化されていき、P と S を重ねたような形になっていった。それが今の S に2本線が入ったあの形となり、ペソとドルを表す記号となった。パンダは成長すると体長120センチから150センチ、体重80キロから160キログラムになるが、生まれたばかりの赤ちゃんは非常に小さく、人間の赤ちゃんの約20分の1程度で、体重は100グラムから200グラムである。サッカーゴールの横に公衆電話があるスタジアムがある。人間の脳の 80% は水である。猫舌の人は舌の使い方が下手なだけである。熱いものを食べるとき、熱いものを舌先から迎え入れているから熱く感じてしまうのだ。マラソンが 42.195 キロになったのは、第4回ロンドン五輪に英国王妃アレクサンドラがスタート地点とゴール地点を自分の見えやすい位置にするために細かく指示を出したことから始まった。それまではおよそ40キロメートルという曖昧な基準であった。外で遊ぶ子供の方が運動能力が高くなるという調査結果が出た。もしもしの語源は、申し上げる、申し上げる、である。ペプシコーラのペプシは、胃液の消化酵素、ペプシンが由来である。睡眠時間は多すぎても少なすぎても脳が老化してしまう。美容師のハサミは一度落とすと職人に修理してもらうまで絶対に使ってはいけないという教育が全国の美容室で徹底されているため、落とすと使えない。
芸術的な引っ越しができるという意味に加え、電話帳の一番に乗るためにアート引っ越しセンターという名前が付けられたが、その後、アーク引っ越しセンター、アース引っ越しセンター、アーイ引っ越しセンターなど真似する業者が現れ、安心引っ越しサービスという業者も現れた。牛の毛を全部剃っても、白い毛の下は白く、黒い毛の下は黒い肌のままだが、パンダの場合は毛を全部剃ると、黒と白の差はなく、すべて同じ色で、無地である。ちなみにシマウマの肌は、すべて黒っぽいグレーである。ダイヤの原石という意味を込めたくて、原石の文字を入れ替えて、芸名を石原にしたのが、女優の石原さとみである。名前のさとみは、画数判断によるものである。牛丼やラーメンは、大盛りになれば値段が高くなるが、洋服はサイズが違っても同じ値段。L サイズの方が使用する布の量は増えるが、布の量が増えた分より、実際には人件費やメーカーの利益、輸送費、包装費など、他の費用が圧倒的に多いため、布の多少の差であれば、同じ値段で売っても問題ないのだ。楽譜に、止まれという指示があるだけで、音符が書かれていないことにより、初演の際に、4分33秒の間、ピアニストが何も弾かなかったため、4分33秒というタイトルになったピアノ曲がある。スポーツブランドナイキのロゴマークは女子大生がデザインしたものであったが、そのデザイン料は3500円ほどであった。カバディカバディと声を出しながら行うインド発祥のスポーツカバディは、そもそもが各地で狩猟をしていた叫び声を統一したものであるがゆえに、インドの言葉としてもカバディ自体には意味がない。子猫は生まれてから2、3日のうちに、母親のおっぱいの中から自分専用の乳首を決め、離乳までずっとそれ以外の乳首から母乳をもらうことはない。これは、匂いによって判別しているため、母親をきれいに洗ってしまうとわからなくなってしまう。大相撲の行事の掛け声、八家よいは、気合を入れろや、全力で行けなどの意味がある、八気揚々が詰まってできた言葉である。残ったは、まだ決着はついていないぞ、の意味である。つまり行事は、力士同士を間近で終始煽っているのである。昔は、昼を過ぎた頃に、簡単な食べ物を食べることが多く、当時の時間で、八つ時と言われていたことから、おやつ
という言葉が生まれた。八つ時は三時ではなく二時頃とされている。日本で一年間に店頭に並ぶ洋服の数は40億着以上ある。売れている数はその6割で、およそ16億着近くの洋服が誰も袖を通すことなく捨てられている。リサイクルするとコストがかかってしまうため、それはすべて捨てられてしまうのだ。鮮やかな赤色が印象的な鮭。鮭は赤身魚ではなく白身魚である。また、水産学上では100グラムあたりのヘモグロビンとミオグロビンの含有量が10ミリグラム以上は赤身、それ以下は白身と分類される。マグロやカツオなどの赤色とは色素の種類が違うため、マグロやカツオは熱を通すと白くなるのに対し、鮭は変色しないという性質がある。血液型の性格判断は、たった11人のデータから取ったものであった。台風は原子爆弾の10万発分のパワーがある。フグにわざと毒を出させてドラッグとして楽しんでいるイルカがいる。ウサギは毎朝自分のうんちを食べる。生まれてからの努力で美男美女になれる分岐点の年齢は10歳までの生活で決まる。ラッコにはほとんど皮下脂肪がないため、アワビやホタテ、ウニなど高カロリーなものを摂り続けなければ生きてはいけない。ラッコを飼っている水族館では、一頭あたり年間200万から500万円程度の食費がかかっていると言われる。女性が一年の中で最も太っているのは5月8日である。スーパーの店頭に並んでいる鶏の卵の重さは約60グラムであるが、基本的にどの卵もそれ自体たった一つの細胞で成り立っている。姉よりも妹の方が口が軽いという研究結果が出ている。世界には様々な結婚式があり、海の中で行う水中結婚式や、空を飛びながら愛を誓い合うスカイダイビング結婚式、無重力結婚式がある。天気予報の梅雨入りはすべて仮発表である。泣ける映画を見すぎると太るという傾向がある。
日本の猫は魚を好んで食べるが、欧米の猫が魚を食べることはあまりない。カーネル・サンダースの象のメガネには度が入っている。ニュートンは童貞のまま亡くなった。東京都のシンボルマークはイチョウの葉がモデルではない。パソコンのキーボードは便座の5倍汚い。佐護城はカッパではなく水の神である。たまごっちには遺伝という概念が導入されている。猫舌とは猫のように熱い食べ物が苦手なことを意味するが、地球上の生物の中で熱いものを口にしたがるのは人間だけである。なので当然犬も猫舌である。日本は世界で一番水族館が多い。手の指の中で最も長いのは中指ではなく親指である。健康を保つために1日30品目を摂取する。クーラーの設定温度は28度が望ましい。すっきり目覚めるために睡眠は90分サイクルが良い。これらの定説は科学的根拠がない。甘エビの寿命は10年程度と言われているが、生まれてから4年間ほどはオスとして過ごし、その後すべての甘エビはメスに変わる。漢字の止め、跳ね、払いは特に決まりがない。ブルドッグは雷の音を聞いたら、ひどい時は目玉を落としてしまうことがある。鼻毛を抜くと涙は抜いた方から出る。宣伝などで何度も同じ商品を紹介されると、人はそれが欲しくなってしまう。